はい、毎度ビニーラブリーゲームズです。今回はね、久しぶりにジャーニーオブライフの続きで遊んでいきたいなと思います。はい、始まりましたね。じゃあまずは拠点の建築からかな。ここにね、土台を作りかけなので、続きをやっていきましょうか。ウッドプランクがもうない感じですね。じゃあ新しく作るか。1メートルが1本。これだけだとね、全然足りないので、どんどんね、木を切っていきましょうか。じゃあ、この辺の一本切ろうか。で、そもそも拠点作りに必要な木材が？まずハンマーがいるんでしたよね。あ、ハンマー持ってた。とりあえず1メートル持って。組み立てられない。木の土台。2メートルのプランクが5つか。で、1メートルは一旦置いておいて、2メートル作りましょうか。とりあえず3本手に入れたんで、あと2本ですね。これも邪魔だから切っちゃおう。で、奥に1本落ちてますね。じゃあ、あと、こんだけもいらないですが。
あ、でも2つ作るのであればあと5本か。1、2、3。合計10本なんで、あと2本ですね。よし、これで足りるでしょう。はい、どうやらね、10本できたみたいなんで、組み立てましょうか。はい、OK。これで土台は完成したので、次は壁ですね。台じゃなくて、チェンジカテゴリー、オルトプラス、あ、ありましたね、壁。で、一つね、ドアウェイをつけたいので。Can place this structure required pillar かける2サポート。反対側からでも厳しい。何を
サポートが必要ってことか。じゃあまず普通の壁をセットしていくか。あ、ピラーを作れってこと？あ、なるほどね。じゃあ、壁の前に柱、これをね、立てていきましょう。そりゃそうですよね。はい、オッケー。じゃあこれは、タッチピラー、バーチが2本。また新しい素材が出てきましたね。これバーチですよね。じゃあこれを拾って、こんなんで作れるのか柱。あ、いけるわ。はい、足りないみたいなんで、また続きはルールが開けてからにしようか。それかもう蔵だけど建築していく。まあね、特にゾンビが出るとかね、そういうゲームじゃないんで、別にいっちゃいいんですけどね。まあじゃあ夜の間はとりあえずワークベンチの周りでいろいろ作ってましょうか。燃料を入れて火を起こそう。スターターが見当たらないぞ。じゃあまた作るか。クラフティング。あ、ここにありましたね。
このクレイポット、どうだ？これで水たまるかな？あれでも煙出てない。おお、水溜まってるわ。じゃあ、はい。この下にクレイポットをセットして、で、初めてこのウォーターコレクターが機能するって感じかな。じゃあこれはこれでしばらく置いておこうか。で、こっち側に少し水が溜まったクレイポットがあるんで、これを火にかけてみる？燃料も足しておきましょうか。ログブロックは燃料にならないのか？はい、じゃあこれで少し水飲めるか。どうだろう、これ少なすぎて飲めないってことか？一応ね、少し溜まってるんですよね。ココナッツハーフ、イートエイブル。これで結構水分量が回復しますね。
で、あと作ってみたいのが、あれ、確かここに、型が一つあって、そっかそっか。で、ここに取り出した型があるんですよね。型じゃない。取り出した鉄。じゃあこれを使って上位のアックスをね、作ってみましょうか。アイアンアックス的な。アイアンアックスの作り方がわかんないぞ。で、プランクはね、一回横の方に置いておきます。また使う時になったらね、拾いに来ます。どうやって作るんだろう。おそらくね、こういう、こうしたね、ものがあるので作れないわけがないんですよね。ただ作り方がわからないっていうだけなんですが、この辺りは全部ね、粘土で型を作る感じですね。
もしかしてアンビル？アンビルでこういうドアのヒンジとかアイアンプレートとかいろいろ作れるみたいですね。これか？ツールワークベンチ。Modify all your advanced tools here ということで、ツールのワークベンチを作って、で、もう、ここで、より進んだツールに、Modify ですね。修復というか、改造する。じゃあこれ作ってみよう。釘が5本、プランク2メートルは10本。プランクの方は余裕でいきそうですね。ここに2本ある。じゃあログは置いておいて、プランクをね、まず作っていきましょう。で、あと、釘の型ですよね。モールド。これか。これもね、粘土はまだ余裕があるんでね、クラフトできます。
じゃあ、釘のモールドを、ここにセットですね。あ、モールドを先に焼かないといけないのか。はいはい。はい、じゃあね、こうキャンプファイヤーは一旦消しておきましょうか。で、プランクもできてるね。あ、もういっぱいってこと？荷物持ちすぎですか？はい、じゃあ釘をね、テイクアウト。
あとね、2本必要なんで、もう1セットね、釘を。作りたいなと思うんですが、喉が渇いた。温度が上がってないですね。燃料足してみようか。はい、じゃあ温度が上がって、さっき入れたアイアンナゲットが溶け出すはず。はい。じゃあこれでピックアップじゃない。テイクアウト。よし、じゃあ釘が6本できたんで、でまたね、アイアンナゲットも作っておきたいんですよね。この鉄の鉱石をここに置いて砕くんでしたっけ？ですよね。砕くにはハンマー、ツルハシ？はい、で砕いたのを先ほどの炉の中に入れるわけですね。これだとちょっと取り出しづらいか。はい、じゃあね、もう素材は揃ったんで、ツールワークベンチですね。プランクがあと1本。これも設置しないといけないのか。じゃあ、なるべく邪魔にならないように。で、これは回転ローテートさせたいんだけど、いや。はい、じゃあハンマーですね。
で、熱したオールを、鶴橋か。よし。はい、じゃあこれでツールワークベンチですね。釘はもうなくしそうなんで、テーブルの上に置いておきます。テーブル？ワークベンチですね。じゃあこれで作れるかな。お？どうするんだ？E ボタンを押して、ちょっと待って、見にくいね、文字が。Press E to modify your tools. ビルディングモード、ライトクリック、アイテム、フォーマーオプションズ。はいね、ちょっとね、やり方がわかんないんで、またね、わかったらね、続きを動画にしていきたいなと思います。はい、じゃあですね、今回はこの辺で切りましょうか。皆さんもね、いいゲームライフをお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。